長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊です長谷川豊の本気論チャンネルご覧いただいて本当にありがとうございます少しずつ少しずつチャンネル登録者数が増えてきているという状況で本当に長谷川嬉しいですこれからもどうぞよろしくお願いします今日なんですけれども ちょっと古い話ですけどね。この話しましょう。多様性なんていうことを訴える人たちの方が多様性がないんじゃないかっていう話をね、ちょっとしたいんですけれども、自民党の平沢勝栄さんっていう人がいるんです。まあまあ何度もテレビの出てもらいましたんでね。あのいい人ですよ。全然すごいいい人です。感じのいい人ですしね。 あの何より東大法学部を出て警察官になってもとにかく警察官僚の中では超エリートでその後自民党に入って自民党に入った後いろいろ何点かして今二階派に席を置いてらっしゃるのかなこの平沢勝英さんがですねニュースにもなってたんですけれどもまあロバート・キャンベルさんもね自らがゲイであることを発表したロバート・キャンベルさんも随分怒ってましたけど1月3日にね あのー、集会があって、その集会で、あのー、こんな話をしたと言うんですね。LGBT で同性婚、男と女、女の女、結婚、もちろんいいんですよ。ただ、この人たちばっかりになったら、国は潰れちゃうんですよ。山梨県内で開かれた集会での発言です。これに、ロバート・キャンベルさんが、勉強してくださいと。平沢勝恵さんがですね、 えっと、LGBT だらけになったら国は滅びるんだと発言して、えー、LGBT の人が怒ってる。僕想像しますけど、多分 LGBT の人、これ多分怒ってないっすよ、これ。あの、想像ですけど、反安倍の人が、反安倍とか反自民の人が、自民攻撃するためにこれ上げ足取ってるだけですね、多分。<laughs> LGBT の人、こんな程度のこと散々言われてるんで、僕の周り LGBT ばっかりだ、ばっかりですけど、 LGBT の人、こんなもんでいちいち怒んないですもんだって。で、あの、平沢勝恵さんがね、その後、渋谷区とか世田谷区で同性婚パートナーシップ証明書などを出してる、ところに対して、先進区だとか自慢しているが、私にはその考え方はよくわからないっていうふうに言って、まあ、これも結構叩かれたりしてるんですよ。世界の流れ、世界の流れをちょっと抑えておきますね。 この映像がものすごく世界的に有名になったんですけど、皆さんご存知でしょうかこれ2015年の6月のことなんですけれども、アメリカのホワイトハウスですね。はい、7色、LGBT の象徴であるレインボーに染まってるんですけれども、2015年の6月、世界的に有名になりました。アメリカの全ての州で同性婚が容認されるという、そういうことがありましたね。 世界的にはあの超超超保守王国であるイギリスのロンドンでも今や同性婚は普通にやられていることですし今全世界的に同性婚 LGB はまあいいとして T 特にトランスジェンダーの方性同一性障害の方が結婚というごく一般的な基本的人権を享受できないのはおかしいのではないかということで同性婚を認めるっていうのははっきり言って世界的にはごく常識の流れです。 のこのニュースに関ししててはちょっとどうしても違和,感が違和感があるんですよねもうね、皆さんもね、お感じになってらっしゃるんでしょうけれども、一言で言うとこういうことになります。あの、LGBT 認めろって言ってるんですよね。LGBT 認めろよ。多様性を認めろよ。いろんな価値観認めろよって、すごい言ってる人たちが、平沢勝栄さんって73歳のおじいちゃんですよね。 東大でカリ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 勉強してきた人っすよね。その73歳のおじいちゃんが LGBT っていうものをいまいち、いまいち受け入れられないと僕は思うんだよねっていうふうに言ったと。それをなんで受け入れないのなんで受け入れないのいいじゃんこういう人がいたってって僕思うんですよ。いや僕は全然違います。だから僕の周りはもうオスピーから始まって それはもう、カルーセルさん、マツコさん、あの、ミッツさん、ナジャダイヤナ、もう、僕の周りの方が LGBT だらけでしたよ。確かにおすぎさんとはディープキッズしてますよ、僕は。ベロベロですよ、本当に。もう、マツコさんに乳首すっごい,いじられましたよ。でも、あの、僕らみたいな立場のだ人間だけじゃないじゃないですか。平沢和也さん73歳ですよ。73歳のおじいちゃんがね、 僕にはどうも受け入れられないんですよねと、クローズドな空間で言ったと。<laughs> いいじゃんその程ートって思いません <laughs> 受け入れてやれよ、そっちもっていう気がするんですよね、僕。だって LGBT を受け入れろって言ってんだから、LGBT を受け入れられないっていう人も、受け入れてあげたらいいじゃないですか、別にどっちだって。でどうせ世界の流れで、どうせこんなんかお、もうあと5年以内に OK になりますよ、日本でも。こんなんも世界の流れなんだから。 ほっといたって大丈夫ですよ、そんなの。でも、この、多様性を認めろよとか、長谷川は差別主義者だとか言ってる奴に限って超レッテルハリの差別主義者ですし、多様性認めろって言ってる人に限って多様性をまあ認めなかったりするし、なんかね、これは日本の特性なのかもしれないんですけれど、僕はちょっと違和感をよく感じてますね。 まあ次回はですね、あの、去年ぐやっと盛り上がった杉田美桜さんの論文について、えー、あくまで日本語の元専門家として、プロとして、元プロとしてね、えー、意見をちょっと言おうかなというふうに思いますけれども、杉田美桜さんの論文に関しても、僕はあの程度であれば、はっきり言って国語の文章として、日本語として、ほぼ問題ないと思ってますので、その意見もちょっと言おうかなと思います。よかったら見てくださいね。 えー、今日のお話どうだったでしょうかもしお面白いじゃないか長谷川次回も見てやろうなんていうね、えー、方がいらっしゃったらチャンネル登録やいいね押していただければ嬉しいです長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに